今日は直感とこの五感の識別をまずしてみたいと思います。皆さんよく直感というのを口にしている人がおります。そして五感ということをよく言う人がおりますけれども、直感が何であり五感が何であるという識別はできてないわけでございますね。直感というのは見なくても聞かなくても分かることを直感というんですね。で、五感とは見たり聞いたりして分かることを五感というわけです。で、五感というのは何かというと、我々の目、耳、鼻、口、そして感覚、これから来るものは、五感と言います。すなわち五感というものは外から来るもの、直感というものは内から来るものなんですね。五感は知識で、そして直感というのは知恵なんです。直感が働くようになったというのは、皆さん方よくビジョン、典型、インスピレーションという言葉で使われていますね。その直感というのはすなわち、典型、直感と典型とは同じものなんです。習ったこともないのに、見たこともないのに分かると、直感的に分かると、あるいは本能的に分かるというような人がおりますね。女性の方によく直感力が働くんですね。見てもないのに、聞いてもないのに、旦那さんの浮気をしているのが分かるとか、いろいろなこと、いいこと分かればいいんですけれども、悪いことがよく分かると、敏感と言いますかな。敏感というものは、まあ、鋭敏とも言いますけれども、敏感、非常に敏感なんですね。で、直感の出てこない人を何というかというと、鈍感と言います。何も感じない、何もわからないというようなものを鈍感と言いますけれども、旦那さんが浮気しているのもわからない、人がどういう思いをしているかもわからない、見ないとわからない、聞かないとわからないというようなものを鈍感と言いまして、それは五感でございますね。よく皆さん方はこの学びもしないのに、聞いたこともないのに、ひらめいてくるものがありますね。ひらめいてくるものがある、これがこの皆さん何と言いますか、この啓示とかビジョンとか、あるいはアイデアだとかというような形で言っておりますけれども、どなたでも直感を受けているわけです。しかし受けているこの直感を、この見えないから、聞こえないから無視する、どなたも毎日のように直感を受けているんですけれども、五感に頼って生きている人間は直感を見逃しがちでございますね。大体見逃していますね。神からの啓示は常に受けているけれども、この啓示を受けない人が多いわけです。なぜかというと、見ないと信じない、聞かないと信じないという習慣性を持ってるんですね。これはもう五感に頼った人間ですから、それは信じないだろうと、見ない限り信じないんだと、あるいは聞かない限り信じないんだというような人が多いわけですから、だから五感に頼ってる限り、人間の能力というものは 0.00 何パーセントの能力しか出せません。直感能力というのは ものすごいものを持ってますね。直感能力と潜在能力とは同じものでございます。学ばなくてもわかる、見なくてもわかるというような、本当に鋭い感覚でございますね。鋭い感覚、鈍感な人は見ないとわからない、聞かないとわからないという鈍感性を持っておりますけれども、今からの時代は本当にこの直感の時代になるのでございますけれども、今学校で教育を受けているのは五感です、ね。見たり聞いたりして教わるもの、これ五感の教育です。瞑想を通して直感の教育を受けるわけですね。前後を込みますと、我々が直感力が働くときには五感が沈黙